ベジータの木だ。トランクスもいる。はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンボール Z カカロット続きやっていきたいと思います。なんか嫌がんな。はい、人造人間セルがね、前回出てきたんですけど、まあ、このままじゃ勝てないということでね、修行するっていう話ですね。悟空さん、どうだ、特訓の成果は？ダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間ただああしてじっと立っているだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきてるらしい。邪魔だカカロット、失せろ。そう言うな。修行にいい場所知ってんだ。精神と時の部屋っちゅんだけど、たったの一日で1年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か？あ、ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようっちゅんじゃねえから。だけど部屋の定員は2人までだ。時間がねえからおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。いいな。あ、オラが子供の頃そこで修行したことがあるが、その時は1ヶ月くらいしか減ってらんなかったくらいに厳しいぞ。上等だ。俺にとってはちょうどいい。待って、45まで上げたらまた何かあるみたいだけどね、覚えられるもの。あれはあれはなんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。精神と時の部屋。各地で人々を吸収してエクセル。そんな中、悟空が復活を果たす。しかし悟空はすぐに戦いはせず、精神と時の部屋で父さん修行すると。今度は俺も一緒に修行させてください。俺は足手まといなんかにはならない。なんかあったな。お、またなんか起こって、あ、これ俺の忘れだね。カリンスに認められて神様の神殿にたどり着いた悟空だったが、そこで待っていたのは神様の従者ポポだった。神様に会いたければ自分に勝てというポポに悟空は楽勝だと挑みかかるが、ポポは計り知れないくらいの強さで全く歯が立たない。神様はポポよりもさらに強いと聞かされた悟空は、自分よりはるかに強い者がいることに感動し、修行させてほしいと願うんだった。その神様も今や足手まといですからね。神殺様になっちゃった。ちゅうわけで精神と時の部屋でまた修行してんだけど、いいか？わかった。ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を進める？俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り、仲良くしろよ。これどうなんだろう。お、熱い。空気も薄いし重力も何倍もある。それに何もない、ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと1年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。あ、はい。お、ベジータか、動かすの。遠慮はいらん、かかってこい。行きます。力を込め。
それで本気なの。笑わせるな。逃げたまえ。オッケー、10枚いった。すげえ。それで攻撃しているつもりか。なめやがって。お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは。戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。俺は父さんとは違う。軟弱者が。俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。次はあの町を狙うとするか。待っていろ、17号18号。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。はい、セルもまたね、着実にスーパーパワーアップしてるようで。ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく一日が経とうとしていた。この神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中が。やっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ。もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うか。よう。人造人間対人造人間、進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。奴らのどちらかでも破壊できれば。さて、神コロ様。あ、増えてないね。よし、行きますか。ほう、手強そうな奴がいるな。まだセルが奴らを吸収していなかったのは不幸中の幸いか。ザコがいるようだな。あそこならいいだろう。
神と合体してパワーアップした今なら少しはチャンスがあるかもしれん。何も喋らなければ今度こそ殺す。いいな。ふん、前のように簡単にはいかんぞ。さあ来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき俺だけで十分だ。しめた。17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げる。行くぞ。前と違うかね、ヒコロも。うん、これは相当にいいものだぞ。行くぞ。俺のパワーアップがバレていない今なら何とかなるかもしれん。秘めたる力を出すくせ、とどめをさせてやかんぞ。のパンチに重さが足りないようだ。偉そうなことを言ってくれるじゃないか。これ邪魔なの。やっぱ近づけないのか。この状況は。よく見ればね、食らわなくて済む。ほら。あ、まずい。木が。人造人間でもないのに素晴らしいパワーだ。とどめを刺してやっちゃうよ。はっ、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 はまずい。こっちやね。あ、くそ。行くぞ。よし。エスか。よし、オッケー。パワーは互角でも。スタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。セル。しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。そこまでパワーアップしていたとは。貴様一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？
私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄と言うべきだ。気をつけろ17号、そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういうことだ？簡単に言うぞ、そいつはセルという名でドクター・ゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で、貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。なんだと？喜べ兄弟よ、私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。それこそドクター・ゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろう。お前の意志などどうでもいい、吸収されることはもう決まっているのだ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ17号。敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったらこの俺に逃げろだと。バカにするな。くそなんてことだ、セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう、もうダメだ。これではどうしようもない。クリリン、ブルマさんから電話だべ。もしもし、もしもし、クリリン君、クリリン君、見つけたわよ、人造人間の弱点を。弱点を？本当ですか？ええ、17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの。動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーはもう作ってあるわ。お、緊急停止用の回路じゃなかったよね、あのアニメでやってて。やっぱそういうちょっとまずいものなんかな、普通に今の時代は。すいません、すぐに持ってきてもらえませんか。そう言うと思って、もう近くまで来てるのよ。すぐにそこに着くわ。ありがとうブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。よせ天津飯、戻ってこい。今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老師と言われた時代が懐かしいわい。天津飯がピッコロの元に向かってしばらく、ブルマの飛行機が亀半線に到着した。これがコントローラーか。ただし10メートル以内にまで近づかないと効果ないから気をつけてよ。それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんか。いいわ、クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊か。何なんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。くたばれ。見ろ17号。うわっ、やりやがった。なんということだ、世界が違いすぎる。あまりにも
あれではどうしようもない。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号、やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ、今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない、人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。逃げるぞ18号。まずいぞ。すまんなチャオス、俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さてパワーの方はどうかな。16号。さあ今度はお前の番だ18号。共に完全体を作り上げよう。寸気候法はっ。何をしている、早く逃げるんだ。はっ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 。よせ、もうやめろ。やめんだ天津飯。これ以上気候法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。死ぬな天津飯。お、時間稼ぎの方法。生きてる。すぐ行くぞ。おのれ、たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。孫悟空、おめえがセルか。ピッコロの木だ。ピッコロはまだ生きてる。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。お、時間稼ぎ。見てバカでけえ木だ。
結構食らうね。どんだけやっても平気な顔してやがる。これは期待外れだったか。どうして本気で食えがいい。今はどうにか隙を作って逃げるしかね。まずい。こいつとんでもねえ化け物になりやがった。まだまだこんなものではないぞ。遠心班とピッコロを助けるんが先だ。な、どこへ行った。ん、どうやって移動したのだ。今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ。必ずおめえをコテンパンに倒してみせろ。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先図がある。逃げる気か。そうはいかん。け、逃げられた。消えるとは妙な技だ。孫悟空、いつの間にあんな技を。はい、ということでね、まだ完全体になってないけどね、一人吸い取っただけでこんな強くなってしまってね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ね、この続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。